1660年のカステロ地図上ではホワイトホールは白い屋根と大きな庭園を持った一際目立った建物であるホワイトホールストリートはニューヨーク市マンハッタンクローワーマンハッタンを走る通りである全区間はブロードウェイの南端から FDR ドライブの南端までのおよそ4ブロックであるストイフェサントが17世紀に住んでいた家の跡地の 沿岸の埋め立て地に立つスタテガイランドフェリー、ターミナルがこの通りと隣接している。また、ニューヨーク市地下鉄のホワイトホールストリート、マイナスサウスフェリー駅がこの通り上にあり、駅名はこの通りから取られている。この駅の入り口はこの通りの北端と南端の両方に位置している。この通りは、アレクサンダー・ハミルトン合衆国税館とも隣接している。この通りの南端の近くは、 ピーター・ストイフェさんとによって建設されたニューアムステルダムの統治者の家の跡地である。イギリスがオランダからニューアムステルダムを奪取した際、彼らはこの通り及び建物にイングランド中央政府の所在地であるロンドンのホワイトホールの洗礼名を施した。カステロ地図には白い屋根のホワイトホールがマンハッタン島の先端の突き出た土地に立っているのが見て取れる。 17世紀のニューアムステルダム、ニューヨークで唯一の娯楽庭園であったパルテールがその建物の背後に広がっており、これは4つの正方形パターンとして地図上に描かれている。この家の背後のブロックの中央にある他の敷地はコモンズ及びマーケットガーデンである。ホワイトホールは解体されて久しく、現在ではこの短い通りの名前として名残を残しているのみとなっている。EN トップス社は1ホワイトホールストリートにオフィスビルを構えている。メトロポリタントランスポーテーションオーソリティはこのビルを新しい本社とするために改修し、現在では2ブロードウェイの住所が与えられている。この他にもいくつかのオフィスビルとまばらにショップがこの通り沿いに並んでいる。この通りはボーリンググリーン付近からパールストリートまでの数ブロックは南行きの一方、通行で、 スタテンアイランドフェリーターミナル付近の FDR ドライブからパールストリートまでは北行きの一方通行である。最南端のブロックは FDR ドライブからバッテリーエリアへのアクセス道路となっている。マンハッタン島の最南端にはホワイトホールターミナルと呼ばれる活発な旅客フェリーターミナルがある。このエリアの施設とサービスは時代とともに変化してきている。さらに、 そのターミナルはかつては車も扱っていた。当初のホワイトホールターミナルは、ブルックリン、ガバナーズ島、スタテンアイランド、および B 方圏への主に高架鉄道による便が発着していた。しかしながら、地下鉄が高架鉄道にとって変わり、車はブルックリンイコールバッテリートンネルのような橋や、トンネルでマンハッタン島外に移動できるようになった。 そうして、新しい施設が、スタテンアイランドフェリーのための建物として建設され、古いホワイトホールターミナルビルは、近年の改修まで捨てれていた。この古いビルは現在は4月から10月までがバナーズ、自前のフェリー乗り場として使われている。長年の間、軍流体センターが39ホワイトストリートに位置していたが、1939年の EN、 サムメルビルによる爆破事件によって使用不能となった。1884年からベトナム戦争終戦までそこに存在した陸軍の建物で300万人近くのアメリカ人が入隊した。39ホワイトホールストリートにあった軍入隊センターは EN ・アーロガスリーの EN ・アリスズレストランによって有名になった。客中、ありがとうございます。